スマートロードスターはスマートが製造・販売をしていたスポーツカー。スマートコンセプトを持つ車種として計画され、CO2 をベースにさらに個性的なオープンカーとして開発された。1950年代から60年代にかけての古典的なイギリスのオープンスポーツがモチーフとなっている。1999年のフランクフルトショーで初公開。 この時展示されたモデルは開発開始からわずか3ヶ月で製作されたものだったが、既存のシティクーペをベースとしたため駆動系開発の必要がなく、すでに走行が可能な状態であった。この展示者は好評を博し、スマートはすぐに製品化を決定。翌2000年のパリサロンでも展示され、2002年8月にベルリンで市販モデルが一般公開された。 2003年4月11日に発売。販売価格はロードスターが18,610ユーロ、ロードスタークーペが2万2 4 0ユーロであった。最高出力は60キロワットだったが、2003年5月26日に45キロワットの廉価グレードが14,990ユーロで発売された。全車ともフランスハンバッハのスマートビル工場で生産された。その他、 最高出力7 4ットを発揮する上級グレードのブラバスも設定され価格がロードスターが24,950ユーロロロードスタークーペは26,570ユーロであったロードスターとロードスタークーペの2種類のボディタイプが製造されたがいずれも外寸は同じでリアのトライク部分以外は共通品であったロードスターはノッチバックロードスタークーペには ガラスのリアハッチが与えられ、収納スペースが拡大されていた。ロードスタークーペのリアハッチのサイドウィンドウはポリカーボネート製となっており、トランクの容積はノッチバックのロードスターの86リットルに対し189リットルに増加。ソフトトップを格納した場合の容量はロードスターでは45リットル、ロードスタークーペでは百四リットルに減少した。フロントフードの下には、 どちらのバージョンにも59リットルのトランクスペースが確保されていた。リア形状の相違によりロードスターの重量は 790kg、ロードスタークーペの重量は 810kg となった。ロードスタークーペはリア形状の関係で CD 値は0.38となっており、ロードスターと比較して優れた空気抵抗係数を持っていた。これにより最高速度も異なり、 同じエンジン出力に関わらず、ロードスタークーペは時速 180km、ロードスター時速 175km となった。車種はスマートブランドの他のモデルと同様にトリディオンセーフティセルを採用。セルの重量は 192kg で超高張力鋼板が用いられており、高い衝突安全性を確保している。フェンダーとドア外フロントフードとテールゲート、 およびその他のフロントとリアのエリアは FRP で構成されている。この FRP はポリアミドポリカーボネートの SMC 成形で作られており、後半よりも大幅に軽量で簡単に交換が可能である。カラーバリエーションはジャックブラック、シャインイエロー、スパイスレッド、シャンパンリミックスメタリック、スターブルーメタリック、グランスグレーメタリックの6色。 セル本体はシルバー、またはブラックでのみ塗装されているため、色の異なるボディパネルを使用することで1台のうちに異なるボディカラーを取り入れることも可能である。ターボチャージャーと空冷式インタークーラーを備えた 698cc 直列3気筒エンジンを搭載。4O2 のエンジンブロックをベースにしており、ユーロ4排出ガス基準をクリアしている。出力は4 5ット。 6 0ット、7 4ットの3つのバージョンが存在し、パフォーマンスの向上に合わせ一部異なったコンポーネンツが装着されていた。ロードスターには4 5ットまたは6 0ットのエンジンが搭載され、ロードスタークーペは6 0ットエンジンのみが選択できた。しかし、ロードスタークーペのプレシリーズモデルには4 5ットエンジンが搭載された。 スマートはロードスタークーペの廉価バージョンを市場投入する予定であったが、これは残念ながら生産中止となり実現はしなかった。前述のロードスタークーペのプレシリーズモデルは公式には販売されておらず、主にスマートの従業員によって購入された。7 4ットエンジンはブラバスグレードのロードスター及びロードスタークーペ専用に設定され出力アップに、 対応するため、水冷式のインタークーラー、専用のカムシャフト、ターボチャージャー等が装着されていた。ありがとうございます。